こんばんは、仙人です。22日後編です。50匹取れたかな。さて、この木はどうかな。なんかおるね。何やろ、あの小切りやね。あの小切りばっかりやな。まあまあ落としてみよっか。思わへんならいいんやけどね。うまいこと言った。メス好きで。どっからかともなく、オスだけ落としてんのにメスも落ちてくるね。これはどうや。これね。これもペアやね。水牛ですね。他はどうかな。この木は、おるね。おるね。これどうやろう、沢で落としてええのかな。自分よりマシやね。これ容器おるね。パラパラついてるね。これ蹴ったらもう全然わからないです。一箇所ずつ竿でこっついて落としていくしかないですね。ね、最も重要な虫がおったらね。これどうやろ。にくいなぁ。落としてみんとわからへんなこれ。どうやろう、うまいこと散るかな。飛ばんで済んだらいいんですけどね。容器おるわ、やっぱりそこら中についとる。これ容器おるね、やっぱりねえ。これ見えてるところでこんな状態やから、裏も樹液出てたら大概ですよ。なんか下に引くもん持ってきてね、落としたら確実なんですけどね。落としたれ。これだけか。水牛が7とコクワが1、ノコメスが2でしたね。なんとか開いたと思うんですけど、こいつはどうや。ノコギリかな。なんやこれ、細いの。え、これノコギリの横にいるの。何これ、ムカデやか。わあ、これ落としにくいな。追ってきたら大変やな、一緒に。ねえ、まあ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 、なんとか上手にパスッとやってみます。あんなムカデ頭の上に追ってきた、大変やね。おっと、これは何かな。先にもおるね。裏っかね、裏っかに回ったね。これは深山ですね。深山のペアですね。オブしてますね。邪魔して悪いんですけど、落とさせてもらいます。裏に隠れよったのどこやったな。おい、深山やね。水牛が隠れやがる。まあメスもついてきましたけどね。ラッキーですねこれ。深山ワンペア、ノコギリワンペアです ね。この深山も63ミリぐらいかなね。かっこいいですねやっぱり。いいね、深山はね。赤いノコがついてます。裏にもなんかいるね。赤ノコやね。
これも落としますね。これは蹴って落としますわ。うん、あとコンパス逃がしときます。リリースですね。べっぴんさん見つけて子供たくさん産んでや、来年のために。戻ってきました。どれだけ取れたでしょうかね。まずこのタッパーは15匹ですね。こっちのタッパーは16匹ですね。これ合わせて31匹ですね。31匹ですね。50匹は届きませんでした。まあね、言い訳みたいですけど、ノコギリのメスはリリースしましたし、ねえ、コンパスはもう逃がしました。まあ次回は確実に50匹は取るようにします。楽しみにしていてください。それと皆さんも最終に出かけましょう。楽しいですよ。今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。50匹取ったるで。